桜が散るとき、龍が道を閉ざしてしまう。急いで。夢か。桜が散るとき。貴様に、リョウさんの居場所を。うわあ！フクちゃん！乱亭。リョウさん、ダメだ！鏡がもう一枚あると聞いた。何？渡してもらおうか。断る！仕方がない。ならば、直接その体に聞くとしよう。親父の仇、今晴らしてやる。